立ち上げていった高安、しかし起こさない、起きない若隆景、高安の激しい相撲だ、押し出し十分負けてなるものかという、これ高安の頭でいきました。高安突き落とし、正代、高安左の回し、正代が中に入って身を巻き替えに行ったところで最後回し切れました。回し、では右のかち上げだ、高安引いた、気迫満載の、気迫が入ったね、いいかち上げで、その後の攻めもね、良かったですよ。何かこの立ち合いに一点に集中した、そんな感じでしょうか。もうこの立ち合いがね、勝負と思って、攻めていきましたね。もうその足が痛いとか、もうそういうことをね、全く気にさせない、気持ちの。体当たり、踏み込んだ豊昇龍、引き落とします。今日の反省点としてはそのあたりなんでしょうか。やはり38歳になった玉鷲、立ち上げてきました高安、左が入った、高安得意の左四つ、玉鷲はこの小手投げがありますが、小手投げに、高田さん、この小手投げは強烈なんですけどね、玉鷲の。そうですね、はい、勝ち上げ高安、ちょっと引いた、右四つ上手を取った高安、御嶽海は上手まだです。胸があって御嶽海もどうやら上手を取っているか、じりじりと高安圧力より、これ上手が御嶽海は取れていないんです。手をついて立ち上げ、一度いなして、大栄翔持ちませんが、右からの突き落とし、立ち上げでいった、下がった霧馬山、左からいなした、向き直った高安、突っ張り合いになった、高安が手がう、左を刺そうとしている高安、右から絞っている、右四つになる、作ったありましたけれども、はい、右四つでもやはり攻められますよね。そうですね、まあ、でもこう右四つ左四つ両方取れますからね、はい、今日も勝ち上げた、明生起こした、明生が左から見直してます、左四つ明生負けた、ホルマッタ寄り切り、あれ明生側からしますと突き起こして、結局左手をついて勝ち上げ、突き放す、はたき、やっぱりその分この翔猿がね、なんかもろ差しというか、この考えで立ち合いしたしてしまった、立ち上げにひるまない、左四つ回り込む錦富士、高安の突っ張り圧力、攻め続けて取ったり、錦富士側からすると向正面稲川さん、はい、立ち合いどうでしたか、負けなかったようにも見えたんですが、いや、もういい立ち合いでしたね、うまい、木村晃之助が合わせます、立ち上げ左の前回し早い、ゆうだだ、しかしそれを切りました、以前は確かにかち上げで体も起きていた、そうなんですね、かち上げだったんですが、はい、最近は何か次の動きを考えても、いや、やっぱこうあれ、立ち上げた高安、先手を取りました、王鵬もそれでも起きない、高安が下から起こして左の差しに行った、左の下手を引きました、高安四つに組みました、右の上手も引いている、高安形を作りました、王鵬は少し勝手が悪い、上手投げダメですよ、まあ、ここでは、なかなか手をついて立ち上げた、
輝き引いた高安引いてしまったが叩き込み、いなしも決まったと思うので、うん、そうですね、まあいい相撲でしたね。そうですね、はい、立ち上げに行った高安、突き上げ、阿炎が回り込む、のど輪がちょっと引いた、いなした阿炎、今度阿炎が働いた、高安が働いた、清水さん、はい、阿炎が勝ちましたね。今度は差し切った、変化した阿炎、使ったようにも見えたんですよね。この動きか、これですよ、これですかね。胸に当たったんです、胸に当たったんですよ。見事な相撲だったね。高安は目を真っ赤にしています。